セミョン・コンスタンチノビチ・クルコトキンは、ソビエト連邦の軍人、ソ連邦元帥、ソ連邦英雄。クルコトキンは、モスクワ郊外で生まれ、1937年に、赤軍に入隊するまでは、モスクワの産業教育専門学校に通っていた。1939年に、オリオール総甲戦車学校を、1941年に、軍事政治学校を卒業した。 第二次世界大戦中、クルコトキンは、機構部隊で戦い、中隊長から旅団長まで昇進した。彼は、ボロネジ戦線、後には、第一ウクライナ戦線において戦った。戦後クルコトキン中佐は、マリノフスキー名称装甲戦車、機械化兵軍事アカデミーを卒業し、1950年に大佐に昇進。1951年に、戦車師団長となった。 1955年に少々に昇進後、1958年に参謀本部軍事アカデミーを卒業した。1963年には中将、1967年には大将に昇進。1968年から1971年にザカフカーズ軍管区司令官、1971年9月から中毒ソビエト軍集団総司令官を務めた。 1972年、ソ連軍広報部長兼国防次官に任命。同年の11月には、上級大将に昇進している。1983年3月25日、ソ連邦減衰。1988年、国防省観察総監の一人となった。死後、モスクワのノボデビッチ墓地に葬られた。ソ連邦英雄。霊人勲章5個。 10月革命勲章、赤旗勲章3個、2等、クトゥーゾフ勲章、2等ボグダンフメルニツキー勲章、1等祖国戦争勲章2個、赤星勲章、3等、ソ連軍における祖国への奉仕に対する勲章、メダル19個、外国の勲章27個を受賞。ありがとうございます。